はい、おはようございます。はい、しおんくんもおはよう。今日はですね、外には出られません。そして残念ながら朝ごはんも抜きになります。なぜならですね、君たちは今日、去勢手術をすることになっています。これからまだ朝早いので3時間ぐらい家でですねくつろいだ後、また車に乗って出かけます。そして一旦お別れをして夜またお迎えに行きますんで、その間ちょっと怖いことはあるかと思いますが、我慢してね、頑張ってね。で、帰ってきたらすぐご飯食べていいはずなので、それまでちょっとね、初めて長い絶食になりますが、頑張ってください。はい、頑張ってください。そして安全に帰ってきてください。はい、猫神様にじゃあお願いしとくね。はい、じゃあできたら寝ててくれるといいな。さて、ラブくん、シオンくんがこれから病院に行く時間が迫ってきました。キャリーケースの準備は万端です。これにちょっと今日は寒いので、防寒用の、毛布みたいなものを一緒に入れればいいかなというところですね。はい、お二人はハンモックでくつろいでいます。まだこれから何が起こるかよく分かっていないでしょう。もうすぐ出かけますよ。はい、どちらから先行きますか。ちょっと警戒心ありますか。ちょっと降りる感じがないね。ちょっと危ないね。これをハンモックを外すしかないね。しっかりしてる分だけ取りにくいのがね。はい、はい、おやおやおや、はいはいはい、はいはい、おろろろろ、おろろろ、はい、大丈夫大丈夫。あれあれあれ、はいはい、はい、しおんくん、ラブちゃんが一生懸命。うん、それでもラブちゃんはハンモックに乗りたいのかい。だって下に降りたらなんかされるの思ってるもんね。はい、ラブちゃんすごいバランス力。はい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 、大丈夫大丈夫、はいはいはい、大丈夫。はい、はい、いい子だね、はい、ラブちゃん、いい子だね。はい、ちょっと入り違う。
はい、あ、これ逆だったかもしれない。逆だった？うん、裏返し。え、でもくるってなればこうなればいいのか。うん、そうそう。はい、ラブくん、はい、ラブくん、はい、リコさんにラブくん、ほんとだね。はい、はい、あ、顔が出ちゃった。顔ほんとだね。顔が危ないね。ほんとだね。はいはい、はいはい、はいはい、いい子だね。はいはい、アニオも、はい、いい子だね。はい、ラブちゃん、はいはい、はい、いくよ。はい、はい、ラブちゃん、入りますよ。入れてね。はい、はい、座ったね、座ったね、座ったね。はい、じゃあマグかけようね。マグかけようね。はい、リコさんね。はい、毛布かかったらあったかいよ。はい、ぬくぬくだね。はい、冬の寒空なので風よけに、布を巻いていきます。下からだからちょっと、じゃあこれを、はい、もうちょっと待ってね、もうちょっと待ってね、うん、ピンってしてからね。大丈夫かな、ちょうど真ん中くらいに。よいしょ、真ん中か。あ、大丈夫かな、斜めだったかな。まあ、ここが空いてれば、あの風が通らなければいいでしょう。よいしょ、こことここ、こことここ、うん、斜めにね、やればいいかなと。斜めにやるんだと、ここの空いてを通してほしい。やります。はい。このような形で、連れていくことになります。ラブ君、シオン君が今、病院に行って去勢手術を受けている間のジャン君とポンちゃんです。まあちょっと彼らには悪いですが、ものすごく静かでですね、今、このお二人も仲良く爆睡中です。こちらもちょっと目が開いちゃったね、よく寝ているのがアンズちゃんです。お二人が帰還されました。おかえり。さあ、立派に手術に耐えて健康で戻ってきているはずです。誰かな、ラブちゃんかな。なんかちょっと血がついてるけど、しょうがないよね。うん、おちっこしてないかな、大丈夫かな。あ、トイレ掃除してから入れた方がいいかな。なんか行く前にしてたか。そうです。よいしょよいしょ。ラブくん、シオンくん、ちょっとここで、うんうん、どうする、うん、ちょっとここで待たして、うん、じゃあトイレの掃除しちゃうから、よし、はい、じゃあ待たせる、はいはい、ラブちゃん、ラブくん、ここね、はい、ゆっくりゆっくり、ゆっくりね。ここちゃんまた近づいてきたよ。こっちじゃないよ、ここに行って、あれ、もう遊ぶ気、そんなに元気なの、うん、ちょっとそこにいてくれる、うん、あ、お水はきれいじゃん、うん。
はい、ラブくんおかえり。おかえり、元気だね、よかった。はい、こんな顔です。ラブくん、はい、ラブちゃん、よかった。なんかちょっと怖い思いはしたけど、戻ってきたら大丈夫な感じです。ちょっとお水きれきれですね。食べるか。本当です。はいはいはい、ね、はいはいはい、いい感じ、いい感じ。はい、じゃあ今日はね、まだお腹空いてると思うけど、夜11時ぐらいになったら食べていいよって言われてるからね。はい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 、ラブちゃん、新しいお水ね。気になるのかな。少し舐めてるね。エリザベスカラーもしなくていいって言ってたけど。うん。はい。ひとまずは安心しました。元気そうです。はい、猫神様はですね、いつもお願いばっかりなので、今日はお礼をいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今度なんかお供えみたいなのがいるかな。壁にかかったただの絵になっちゃってるからね。でも今日は良かったです。はい、今日は2人ともよく頑張りました。そして朝から全然何も食べずに今11時です。初めてのご飯を差し上げます。どうぞ。どうしよう。はい、シャン君一緒に食べるか。どうぞ。はい、今日は本当に大変だったね。食べ方、みずちゃんと一緒だよ。はい、いっぱい食べて、今日はね、このまま寝てちょうだい。外で遊ぶのはなしです。明日の朝ね、たくさん遊ぼう。ちょっとね、今日は暴れない方がいいからね。はい、そして、あんずちゃんは自分の息子が手術に行ってるのを本当に心配していましたかな。何が起きてるかよく分かりませんでした ね, ね。でもお腹空いたのね。はい、マンジちゃんもお利口さんでした。はい、トンちゃんにもご飯です。そしてジャン君は今日はなでなでがないなと思ってたでしょ。そういえば外にラブシオくんたちを出さなかったので、なでなでタイムはなかったね。ずっと寝てたね君ね。うん、君の後輩たちはね、今日今までで一番大変な思いをしたと思うよ。なんかよくわからんところへ連れて行かれて、よくわからんことをされて戻ってきました。明日の朝まではラブくん、シオンくんは寝てますが、明日優しくしてあげてください。ケンちゃんもよろしくね。